い、さあ、ハルキッチンです。今日はグローブ、向井隼人モデルですね、これ。向井隼人モデル、ありがとうございます。大根、あ、はぁ、このデーコンを使って、あ、ちょっとやり直そう。先日ですね、綺麗な奥様とちょっと話してたんですよ。そして、お食事っていうかね、料理に関する悩みって何ですかって、やっぱりその方、旦那さんとお子さんの弁当作ってらっしゃって、やっぱり弁当の献立がすごい悩むっていうか、大変だっておっしゃってたので、だからちょっと作り置きとか簡単にできるのがバリエーション、アレンジ聞けばいいなって言われたんで、今回この大根を1本使って1週間分ね、ベースを作って、それで簡単にちょちょちょってやるだけで味が変えられますよっていう、夢のような存在夢のようなことをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではね、まずここ落とします。こちら全部皮むきます。見ました。バットの持ち方とかやった方がいいですか？あ、そういうの本当やめておきます。鍋、あ、まあ正直土鍋じゃなくていいんです。大きいボールがあれば何でもいいです。簡単なレシピなんで、これをレンジでチンするんですよ。その時にこの土鍋の方が一気に入るなと思って用意しました。土鍋ってレンジ OK なの？いや、なんかやばそうだろ。いや、でもやったことあるんだよな。ちょっと話をやめましょう。で、3センチぐらいの拍子切りにしたいんですよ。なんですけど、なるべく面倒を避けたいんで、面倒を避けたいって本当に失礼。こんぐらいにしようか。はい、こういう感じですね。こう、わかりますか？はい、ベーコン畑だ。人参です。人参も同様に、でもこれだと3分の1か。このままいきましょうか。じゃあ、はい、人参はね、ちょっと硬いんで切ると気をつけてください。ここの作業台がちょっと低くて背中が痛い。ちょっと土鍋チンしていいか調べます。はい、一回切ります。はい、レンジね、 OK みたいです。ダメな土鍋もあるんですけど、これは OK なやつです。ただちょっと現実味がないと思うんで、皆さんにはこういう普通のね、こういうレンジとかチンする陶器、まあこれラーメンとか沖縄そばとかでもいいです。で、できれば人参を下にして、大根上、大根の方がやっぱり水出るんで、その水が降りてきて人参もちょっとやってくれる感じです。ね、ちょっとずつやればいいかなと思ってます。これ切った状態で、あ、これも投げる、なんだこれ、無遊病か俺。まあいい、はい、何でしたっけ。そう、切った状態でジップロックとかすれば3、4日色変わんないと思うので、はい、まあまあ一気に仕込みたい人はね、こんなこの土鍋でやっちゃって。でね、すげえの見つけてきたんですよ、今日。さっきね、ダイソー行ったんですけど、これ見てください。チョケラチョケラウー、どんなに遠く、はい、ダバンプはいいっすね。レンジ不要。じゃあ、ラップ不要。レンジはいります。これね、じゃあ OK です。これでちょっとやっていきます、レンジ。はい、
5分ですね、600ワットで。これね、ラップだとめっちゃ蒸気とかあって、東京ドームみたいになって開けると危険なんですよ。だからこれすげえ、なんかちゃんとハマるやつあればすげえいいっす。おすすめです、おすすめっす。はい、で今回ほとんどが和え物なので、このレンジの状態でもう火が完全に入ってるとそのまま食べれる柔らかさ。うん、でボウル、温かいうちに塩を全体に軽くです、軽く。これはほんと下味なんで、下味。はい、あとこれ粉末の顆粒だしです。これで、おお、ちょっと混ぜていただいて、これ完全に冷ましてから、僕はひまわり油なんですけど、これひまサラダ油でも結構です。冷ましてからちょっと油にあえてベース完成です。その油の軽くあえてかも冷めたとありますので、ジップロックとか入れておけば1週間余裕で持つんで、ちょっとね冷めるまで待ちましょう。そして今土鍋がずっとレンチンしてます。でね、今ちょっと奥に見えるこいつらをいろいろ使って7種類のおかずをアレンジして作っていきたいと思いますんで、また待ってくださいね。はい、バイバイ。はい、これ冷めたので油を本当に軽くです、油でコーティングっていうかね、膜を張って色が変わりにくくするのとっていう役割ですね。もうこんなんでベースは出来上がりです。ほんとこの状態で1週間は持つんで、ね、少しずつ違う味にしていくって感じで、ちょっと今本体待ってるんでまた1回切ります。さあ、いよいよ作っていきましょう。こんな感じでとりあえず持ってきます。もうそのまんますね、ほぼ。ごまサラダ、大根のね、これもごまドレッシングをかけたサラダです。このしゃがれたおっさんです。これも軽く、まあこだわる方はね、このジップロックに閉じ込めて一晩とか送りました。まあこれほんと簡易弁当なんで、うまい。塩大根、程よいバランスでね。これです。これ梅昆布茶をちょっと振りかけて、リアル梅パクッとちぎりながら入れて、はい、梅大根これですね。の前に、ごめんなさいごめんなさい、塩をもうちょっとだけ、ちょっとね、今回塩メインのやつなんです。塩とごま油。ごま油足して。塩きんぴら。はい、今ね、4つあります。1週間の弁当って普通に考えたら5個でいいと思うんですけど、今日は7個作ります。なんかでこれさすがにごま油ついたんでもう使わないです。クミンいって、ちょっとねこれ気をつけてください。こんな開け方したの忘れてました。刺さりました。クミンとコリアンダーをまぶしまして、あとね、バジルもあったらいいっすね。でもこれもうこれで OK さの。
カレー風味大根です。カレー風味大根。まあ残り2つは軽く、もうちょっと手加えます。ごま油ですね、ごま油に唐辛子、まあ、鷹の爪の輪切りですね。まあ、辛いの苦手な方はなし、ちょっともうこれめっちゃ砕けてる。辛いの苦手な方はね、なしでも全然いけます。で、これは今日はもうほんとこの大根と人参だけでいくんですけど、豚肉を足してメインのおかずにするのもありです。これはこれは普通にこれごま油で炒めて、めんつゆで味付けしてきんぴら風ですね。でも大根も人参も火通ってるんで、ごま油熱して、これ人弁さんの僕が三倍したくなったのが好きなんで、これでもちょっと、ほら、これでオッケーです。さすがに紙に盛るときは冷ましてから盛りたいです。少し、これはチキンです。サラダチキンとか、まあ、鶏肉一緒に入れてメインのおかずに持っていくのもありです。オリーブオイルでさっくり炒めましたら、どういた、あった、もう全然ないんですけど、ケチャップ、とチリソースだ、チリケチャップ的な感じですね。鶏肉とかすごいいいっすよ。でまあ本当にもうちょっと和えるだけで、炒めながら本当これ鶏肉合わせてね、おかず、メインのおかずにするのも全然 OK です。はい、じゃーん、大根1本で7種の簡単おかず、はい、説明しましょう。梅大根、塩昆布大根、ごま大根、ごまサラダですね。で、これなんだ、塩きんぴらですね。塩きんぴら、普通のきんぴら、チキンじゃない、チリケチャップで、真ん中カレー風味ですね。でまあ基本的に和風のやつ以外はこういうパセリかけちゃえばね、見た目もいいですし、これはきんぴらのやめましょう、塩きんぴらやめましょう、ごまもやめ、あ、パセリ、そうですね、これです。こんな感じで、はい。でこれさ、大根1本使って半分使ってないぐらいですよ、これ。人参と合わせて。なのでね、2人分とかもそうですし、もちろんこの中3つだけとかでもいいです。あとこれで、このまんまもう火入ってるので、味噌汁の具とかにも使っていいですし、ちょっと別動画でやろうと思ってるんですけど、和風カレーっていうのを今度作ろうと思ってて、お蕎麦屋さんで出るね。それにも使えますし、いろんな本当にこれだけ作っとけば、最初ちょっと切るのとか時間かかっちゃいますけども、ぜひぜひ試してみてくださいね。はい、それではね、冒頭でカットした僕のグローブの話を最後エンディング入れるので、興味ない人はそのまんまチャンネル登録だけしてね、他に行ってくれれば。あとね、再生リスト見てる方は、僕ほんといろんな大根のレシピもそうですし、いろんな料理作ってますので、ぜひぜひ見て楽しんでください。それではバイバイ、アハチキッチンでした。グローブトークも最後見なくていいよ、バイバイです。今日はグローブ、向井隼人モデルですね、これ。向井隼人モデル、これ早川スポーツっていうね、マニア向けのあれっす、紹介がないと作れないんですよ。でこれほんと僕専用で、手の形とかを測って作って、この僕がいろんな指定とかしてるんですよ。でこれ辻閉じっていう、今現ね
西武の監督の土初彦さんが考案したやつなんですけど、で結構浅めでこの薬指リングっていうのもつけてもらってるんですよ。これなかなかねマニア向けなんですよ。本当に僕ねポジションは二遊間なんで、これでねもうこんなもうすぐこうこんな感じでね、はい、ありがとうございます。